ういうこと？こういうこと？え、これじゃあさ、あれじゃない？空気が。そうだよね。でもまあ、空気がこうだよね。これだってこうでしょ。こう持ってこう持って、空気が危ない。こういうことでしょ、うん、で100人くらいだったら大丈夫でしょ、うん、慣れてくるね。120度っていいね。かけりゃいいってやりがちだけど。え、これ、うん、空気が下だよ。大丈夫、大丈夫なの、うん、いけるいける。え、だって熱がさ収まってんじゃなくて、そういう原理じゃなくて、でも120度だから。今後ゆっくり全然いけるよ。ねえ。ゆっくり。え、これだったらさ、普通に。反対でも持ちやすいかも。この空気が上でいいんだったら、うん、こっちも持ちやすいよ。そうそう。ね、うん、幸せに生きれて何も考えてやろうって言っても難しく考えなくてもいいんちゃう。確かに。このまま、うん、あ、でもさ、これでさ、あれだよね、もうさ、空気が分からなくなっちゃったら、スピードの輪っかかぶればいいんじゃない、うん、ね、式ドリル動いてるでしょ、うん、式ドリル動いてるの、何何、後ろでやるとゆっくりして、前にやると早くして、そうそうそう、ええやん、なんでそれって、え、そんなの全然もいいし、ゆっくりでもいいじゃん、絶対大丈夫だから、ゆっくり、ゆっくりって言ってるのに空気が前になると早くするじゃん、
無意識なんだけど。無意識。で無意識で意識入ってるわ。そう。よしさん、いかがでしょうか。うん、ゆっくりね。ゆっくりです。はい、このぐらいゆっくりみたいですね。はい。ちょっとここの胸りが気になるから。おー、いいですね。完成。空気が出てる方ね、関係なく使っちゃえばいいよ。